would go to New Jersey. Your eyes seem a bit worried. You said he was nothing, but I know you get buried. The sorrow of us, the sorrow of us. How did we end up here? We... Konnichiwa, minasan. Watashi no ochi e yokoso.私がいきなりこんなにお化粧して出てきたからびっくりしてる方も多いと思うんですけども、やっぱり最近のねビデオは私ドスッピンでガンガン出てきてますので、お化粧するのなんてすごい久しぶり、しかもこんなにねすごい久しぶりだからびっくりしてる方も多いかもしれないんですけど、今日はですね改めましてホームツアーをやろうと思うんですよ。で、私が引っ越してきたのが去年の7月で9ヶ月間住んでます、このお家に。初めの時期に、ホームツアーしますって言って、で、いつものやるやる詐欺でさずーっとやらないで来まして、で、今9ヶ月経ったんですけども、なんでこのタイミングでやることにしたかと言いますとですね、実は私たち先週すべて、ファイナルを終えたんだけども、新築を旦那さんと購入したんです。で、来週かな引っ越しなんですよ。そうだから引っ越す前にまだこの家具とかがこう置いてあってさ、家の感じがこういう感じ、カラカラじゃない、エンプティじゃない間にちょっとルームツアーをしておきたいなと思って、ルームツアーじゃないからね、ホームツアーやりましょう。ホームツアー全体行くからね今日は。なので、そうだな、まあ、いろんな思い入れあり、めっちゃ家の中で過ごした、やっぱり隔離生活もあったし、あとやっぱりステイホームの時期も多かったから、いっぱいこの家の中で過ごしたんですよそうそうそう、だからねすごい思い入れのあるお家なんだけども、じゃあ、まず、そうだな、玄関からまじゃあ行きましょうか。 OK、 そう、あ、ちなみに私これ一人で全部やりますんで、ちょっと見にくかったりとかもするかもしれない、アングルが変だったりかもしれないんだけど、変だったりするかもしれないんだけど、まあ行きますよ。まずここが玄関でございます。玄関です。で、こう入るじゃんか。で、そうするとここに靴があります。靴でございます。 OK? もう日本の人はさ、これ普通じゃん、家の中にドアのすぐ近くに靴を置くみたいな。で、私はメインランドに住んでた時もそうだったけど、うちはさ日本人とあと外国人の方のミックスのお家だから、いろんな文化が交わった家庭なんですよね。なんだけど家の中では靴は履かないっていうルールになってますんで、それはもう日本から持ってきたあれだから、昔からアメリカに住み始めてる時から、その靴の中で家を歩くっていうあれはなくって、あ、絶対この玄関の前にこういう下駄箱っていうの、なんかこういう靴を置けるような場所を設置して靴を脱ぐっていうお家でございますが、びっくりしたのが、こっちに引っ越してきてびっくりしたのが、ハワイはそういうね文化があるの、ハワイには。だからハワイの人はお家の中で靴履かないし、サンダルあるじゃんか、ビーチサンダルのことスリッパって呼んで、スリッパでゴキブリ殺すみたいな感じで、結構ね靴これをお家の外、玄関の外に置いてる人とかも結構いるけど、うちはまあ一応ね自分たちの所持品っていうかね、だから家の中に置いてるけど、そう、そんな長い説明はいらないんだけどね、ただの、靴が置いてある場所でございます。で、これうちの旦那さんが仕事で履いてるセーフティーのさ強い靴じゃん。こういう話もしてるけど、軽くね一個一個、あと思い入れのあるものとして、これは私がいつも履いているサンダルなんだけど、テバっていうブランド分かりますか？テバっていう、あ、ここマニキュア塗ってないから嫌だね。 OK、 見えるかな。テバっていうブランドの靴なんだけど、これ超かわいいじゃんか。 Amazon で見つけて買ったんだけどさ、超履きやすいの。
超履きやすいわけで、壊れない毛めったに壊れない。ちょっとさ、ここちょっと汚れてるけどね、ビーチとか行っちゃうからこれで。なんだけど、私はこの靴すっごい気に入っててですね、うちの家族はだいたい靴は手羽か、あとクロックスか、あとめちゃくそ安いサンダル、ビーチサンダルとかを履いてます。ちなみにだからこれは私で、これはキャミ、私の一番上のお兄ちゃんキャメロンの、彼は8歳なんだけど、キャミがいつも履いているこの靴も手羽です。で、あのさ、濡れてもすぐ洗えるし、すぐ乾くし、おしゃれだし、履きやすいし、大好き。あと、それとうちの家族みんなクロックス履いてるって言ったけど、ちょうどさ、今みんな出てて見せられないんだけど、クロックス大体みんな履いてます。私も、近々買おう、自分のやつ買おうと思ってまた砂が入ってもすぐ洗えるし、今の手羽みたいにちょっとこうならない、あの布じゃないからね。だからすごいいいなと思って、それも欲しいなと思ってますが、これがうちの玄関でございます。 OK? で、これはですね、アマゾンでこれも購入したんだけど、まあ、ただの鏡よただの鏡、 OK? 映ってますか？あー、汚れてるね、綺麗にしてないから。ただの鏡でございます。それで玄関入ります。こういう感じでね、鏡があるね。で、こうやって見渡すと次にこの壁ですね。OK、あれはうちの家族のみんなの麦わら帽子とかが入ってかかっております。で、あそこにかかってるのが私の枕目なんだけど、私の手作りでございます。ちなみにこれ私作った時ビデオ作りましたんで、気になる方はぜひチェックしてくださいね。で、これよ、これベイビーゲート、うちの至る所にたくさんあります。なんでかっていうとですね、うちの一番下のちょっとしゃがみ系、うちの一番下のもうすぐ2歳になるマンモスですね、ミニマンモス、小猿と言いましょうか、野猿と言いましょうか、彼がですね、すごいんですわ、すごいんでございますね。で、特にキッチンは危ないものがいっぱいあるじゃないですか。だから絶対にできないだろうと思ってたこともできるようにいつの間にかなってる、怖いね。だから初めはキッチンになんかこう、あれなんだっけ、こうほらこうさ、引き出しを開けないようにするの、ロックとかを小さいのにつけたりしてたんだけど、もうさ、キッチンのカウンターに登るようになってきてしまいましたので、もう危ない危ないということで、これでございます。これはあれですね、赤ちゃんとか小さい子がいるお家とか、あとあの動物がいるお家、ワンちゃんとかいるお家には結構あのファミリアなんじゃないでしょうか、こう見たことあるよみたいな感じなんじゃないでしょうかね。はい、次行きます。そうしましたら、次はですね、リビングルーム行きます。リビングルームはこんな感じでございます。 OK、 上にファンもついてて、あそこにちょっと窓もあるのね。とても気に入っているリビングルームでございます。はい、でですね、まずこうリビングルーム入ってきますと、ここに無駄な階段があります。なくていいんじゃないかっていう感じなんだけど、無駄な階段がありましてですね、これ素敵でしょ、このあのカーペット。私が引っ越してきた時に、だ、OK、私が引っ越してきた時に、ここのカーペットすごい可愛い、どこで買ったんですかって言ってくれる人すごいいっぱいいたのね。お、光がすごいね。一番初め私がグラグラとあの引っ越した時の話とかしてたと思うんだけど、このねビデオ絶対長くなる。ちなみに私たちがね引っ越してきた時に2週間隔離生活があったんですよ。で、どこにも買いに行けないじゃない。それで私のねお友達が長年こっちに住んでるから、私のお友達の家に、自分たちがさ、もう引っ越してくる前にね、友達のお家に、ベッドフレームとかマットレスとか、なんかそういう必要なもの、住み始めてすぐ必要なもの、あと例えば食器とかさ、なんかそういったものをもう送ってたのね。で、私たちが引っ越してくるのと同時に家に入れててくれてみたいな、そうそういう感じだったんだ。で、それでこれとかも送ってたのね。だから私たちが引っ越してきた時にはもう結構すぐあった感じになったんだけど、だから
全部ほとんどその時買ったっていうのはアマゾンで、そう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 、私あのメンバーだからさ、プライムのメンバーだから、あの無料発送とかさあるじゃない。だからそれで大体その時購入したものっていうのはアマゾンから、ほとんどだそれはアマゾンからだね。だからこのカーペットもちょっと見える？そう、このカーペットもアマゾンから買ったんですよ。そう、アマゾンから買って、それでだね、まずテレビで、このテレビ、このテレビはですね、うちの、マンモスいますね、ミニマンモスが、新しい、こっちに引っ越してきてから新しいテレビを買ったんだけど、このそのマンモスちゃんがですね、すごいよ、マジすごいから、この後ろに行ってさ、こうやってでベーンと押したので、そのあ、まあ、新しい、めっちゃ新しい、まだ買って何3週間とかだったかなとかのさ、あのテレビをぶち壊したわけで、私ね、その時にここに座ってたのよ、ここ見えるカメラ入ってで、それで押して気づいた時にさ、ちょっとこれスカート気持ち悪いっしょ、私そんなことこいつ足でこうやって止めようとしたんだけど、もちろんこのさ足短いし、全然足なんて何もしないしでさ、自分の足かずってちょっと痛かったぐらいにして、でここのね、ここからビキーって線が入ってしまって、でダメになっちゃったのね。でこのテレビはキャメロンが生まれて買った時のテレビなのだからもう8年ぐらい経ってるやつなんだけど、幸いにもあのメインランドから持ってきたやつ、そうそうそう、だからこれを使ってるんだけどさ、よく見るとやっぱりちょっと曲がってんだよね、ちょっとねこういう感じで曲がってんだよ。そう、これも3人の小さい子供たちをサバイブしてきた精子ですね、戦友でございます8年目だいたいそろそろやばいけど、まだ全然つくから問題なく使えてはいます。まあそういった感じのテレビ、ちょっと一つ一つね思い入れがあったりとかストーリーがあるわけで、このさ、なんだっけ、 TV スタンドはこれも Amazon で買ったね、なんだかんだ、うん、Amazon で買った、いろいろ探したけどこれは Amazon で買った、うん、です、じゃん。でこのね、こっち行きますと、なかわいい、かわいいね、小さいあのプラントたちがいるね。ちなみにですね、この人は、私イッチーで買ったんだよね。これはもう本当に引っ越してきてから何ヶ月も経ってから、これを開ける時のビログも一応撮ってて、あの載ってるから、後で、まあ、載せときます、気になる方は見てよかったら。そうなんだけど、これはイッチーで買ったんだよ。でね、何が入ってるかっていうと、ここ開けますとですね、あのほらインターネットのさモデムたちが入ってるわけよっていうだけね。そう、超可愛いでしょ。でちなみにこの子はさ、エディソンがアタックするじゃん、アタックするわけ絶対に。で普段あのキッチンの上のところに置いてあるんだけど、今日はちょっとルームツアーするから、だいたいさいつもここ何も置いてない、ただこの子だけなんだけどね。だけどルームツアーするしなと思って、でとりあえずここに移動したんだけど、普段はここにないです、エリソンがアタックするってなるからさ。そうだから、そうっていう感じ。でもこの子ね超元気、引っ越してきて、まあ、買った子なんだけど枯れないで頑張って育ってくれてます。だから新しいお家引っ越したら、ポットを変えてさ、大きめのやつにして土も入れてあげて、したらもっと大きくなってくれるからっていう感じ。ちょっと楽しみね、じゃないですか。でちなみに皆さん、これ見ないと、これは見ないと、これはこれ見えますか、なーにーっつってね、見えますか皆さん、これはね、うちの真ん中の娘が描いた芸術の絵でございます。その日ね、私のお友達のお家にフローレンスを置いて、で私がちょっと
子供なしでさ、用事を用事を済ませなきゃいけない日だったの。でそれで迎えに行った時に、これフローレンスが書いたんだよって言ってくれたんだけど、どうやらその私のお友達がこうもうスケッチしてあったところになんかあのもう書かせてくれた、フローレンスに。で最後もうエリソンとかが指でバチャーってやってっていう感じのやなんだって。そうだからうん、まあ一応飾ってるっていう感じでございます。うちの娘はめっちゃアーティスト。そうじゃあで次いきますよ皆さん、いいですか。はい、いきます。これかわいいでしょ、この椅子すっごいかわいい。私これ大好き。さっき一番初めこれに座って喋ってたんだけどね、この子はターゲットで買った。うん、あの全部オンラインだけどターゲットで買ったね。そうで、ちなみにこのクッションはこれもターゲットだわ。うん、両方ともターゲットで買ったんだ。うん、そうでしょ。で次このカウチでございます。見てこのさ、ブサイクなカウチでしょ。これブサイクだと思わない？私これすっごいブサイクだと思うの。あのね、 OK 話しましょう。 OK ちょっと遠いね、ちょっと大きい声で話しますから。なんでこのカウチを買ったかというとですね、私の旦那さんが心地いいカウチがあるとそこで寝てしまうんですよ。寝てしまう。で、ほんとさ、寝落ちして一晩中寝るとか全然ありだし、だからもう心地いいカウチ買うのやめたと思って、でそれでこれを選んだのね。で、これさ、フェイクだけどレザーなわけよ。まあ見ての通り。まあさ、これは子供がほら書いたりとか水こぼしたりとかすると、ほらレザーの方がさ布より弾くじゃない。だからそれでいいかなと思ったんだけど、実際来て開けてさ見たらさ、なんだこれみたいなっていう感じの、ちょっとこう何、最終的にはちょっと残念な買い物だったっていうカウチなのよ。すっごい目的の通りだけど超心地悪い、座るの超心地悪いし、しかもさ動くんよこいつが。見てこれがさ、めっちゃ動くから、子供たちがさもう座った時にはもういろんなとこ行っちゃって、しかもさうちのね小猿マンモスいますね、がこれをさわっちゃーわっちゃーって毎日やる。で私はこれを直すじゃん。これ直すのを1日本当に何万回でやるわけよね。だからさ、ある時なんてもうこれが壊れたまま一日中放っておく感じでございます。使うみたいな。そう、これもターゲットで買った。うん、送ってもらったでしょ。でこのお隣にあるのが、このなんかちょっとずっしりとした一応サイドテーブルなんだけども、これはねサイドテーブルをさ探し続けてたわけよ。私探し続けてるんだけど全然見つからないじゃない。私たちが引っ越してきたのがほら7月とか8月とかでさ、そのアメリカって9月が新規なのね。9月から学校が始まったりとか仕事が始まったりとかいう、そういう区切りが9月なのよ。だからそれだかわからないけどさ、やっぱそういう時期に引っ越してきたからさ、隔離生活終わってまず一番初めに家具とか買いに行ったの、見に行ったんだけど全然ないのよ。全然なくって、で全然売ってなくって、でもちろんまあ島だからっていうのもあるんだけど、そのアイランドだから物が限られる。目の前に売られてたらすぐ買わないと、例えば次回行ったらもうなくなってるとか、もうそういうのがほとんどだし、限られたほら量しかシッピングされてこなかったりとかするわけじゃない。だからさ本当に、まあ、物が足りないというか需要がその分多い、物が少ないのに需要が多いっていう感じなわけで、そうさっきも言ったように家具探しに行ったんだけど全然なくって、でこのこのさサイドテーブル探してたんだけど、うちの子供がさやっぱりこうポンと押したりとかするからね、こうただこうそこに立ってくれる感じの、ただちょっと飲み物とか置けるようなのだと、うちの子供がもう一日中こう押して壊しちゃったりとかするから、
そういうんではなくて、もうちょっとこう重みがあってずっしりしてとかっていろいろ探してたわけよ。全然見つからなくってね。でそれで私メイシーズに行ったので、メイシーズの家具なんてさ、もうそんなの売ってんのって感じじゃんメイシーズ、そうなんだけど、メイシーズの家具のところにね行ったら、まあ、これがね、クレアランスだったんだけど売ってて、そうで、それでまあそれで買ったんだよ。そうだからね、結構あのうちが持ってる家具の中では結構いい、こう重みのあるいいやつだったけど、安かった、うん安かったっていうストーリー。ちなみにこれも買えるでしょ。このクッションはターゲットで買いましたよ。あっ近っちなみに私のリビングルームのテーマはあれ、カラフルって言ったらカラフルって言ったらあれなんだけど、ほらもうさ、カーペットがこんな感じで色がいっぱい入ってるじゃんか、まあ、だからこれの色に合うようなものとかをこうわちゃわちゃっと置きたいなっていう感じだけど、なんかちょっとこう統一感がないね。そこ見てわかると思うけど、ほら椅子もさ、カウチもさ、バラバラじゃない？だから統一感がなくって、でカラフルでみたいな、なんかまあとりあえず自分の好きなものを置いたみたいな感じのリビングルームにしたかったんですね。 OK、 そうしたら次いきますね。そうしたら次いきますね。次はこれ、このちょっと横たわってくれている、なんか心地よさそうな、何これもカウチって呼べばいいの？カウチだったかな。まあそんなものですね。なんだけども、これはですね、可愛いでしょ、こういう感じよね。これはどこで買ったかっていうと、これはウェイフェアで買いました。ウェイフェア、あの通販の家具屋さんなんだけど、結構値段的にも安めで可愛いのが結構売ってるあのところなのね。まあ、そこで買ったんだ。で、ね、なんかこれがさ、こうやって畳めてみたいな、なんかちょっとこういう感じのちょっと小さめの椅子になったりとかするよみたいな感じなんだけど、これもね、今これ撮ったけど超汚れてんのこれ隠してんだけどさ、もう子供たちがこの上で子供たちがバナナ食ったりとかで、バナナがスマッシュされたりとか、あとなんかもうこぼしたりとかさ、もうそんな感じでね、もうすごいあの大変なんだけど、多分このうちさ、家具少ないじゃない、家具少ないってか、この座るの少ないじゃんか、だからその中でも多分この黄色の子が一番子供たちにとってはこうジャンプしやすくって座りやすいみたいな、寝転びやすいみたいな感じなんだと思うんだよ。だから結構子供はこれに寝てることが多いんだけど、もうめっちゃもう汚れてるって感じ。そうで、ちなみにこのブランケットはですね、私の、お客さんからもらったんです。お客さんというか私のあのビデオ見てくれてる方、ニューヨークに住んでる方なんだけど、がくれたもの、フロレンスちゃんにみたいな感じでくれたと思うんだけど、超可愛いでしょ、これも。これはね、後ろはこういう感じなの。後ろはこういうしましまで、前がお花で、サイドはドット。超可愛いでしょ。そう。なんだよね、そうなんですよ、OK？そうしたらね、ここは別にもうコメントはあんまりないんだけど、上の方にさ、もう木がこうくっついてたんですよ。そうだから物を一応置けるから、なんか本を置いたりとか、一応こうやってプラントとか置いてるけど、重くなりすぎるとね、落ちてくるのが怖いから、本当はもっと置きたいんだけどさ、これだけとりあえず置いてるっていう感じですね。はい。でこのね、カーテンがなんかあんまり、うん、なんで3つに分かれてんのみたいな、そう感じなんだよね。まあそれでそうとりあえずこうやって玉結びしてるの、いつもなんですけども、この子ですよ、この子、皆さん聞いて、この枕目のこのプラントつるすのありますね。これ私が作ったやつ、これニュージャージー行った時作って、でずっとそれからもう引っ越すと、あの新しいところでこうやってブラウス下げてるんだけど、これ私の手作りです。OK？ で、これ見て、これ何これ、何これ、こんな家族子になんかこっそりいる感じ、何これ、ね、なんでって感じでしょ、誰ってね。
紹介します。私のお家のリビングルームのエアコンでございますで、なんかね、ハワイ来た時、とりあえずこの家引っ越してきたじゃん。で、暑いなと思ってで、あのさ、この子2代目なの。本当は一番初め初期のやつがあった、まあ、引っ越してきた時にもついてたやつね。なんだけど、何だったんだかな、この大きいお部屋をこの1個じゃ足りない、冷やせないってなって、しかもあの天井が結構高いからすっごい熱くなるのね。で、冷やせないってなって、うちがこの黒いのを買ったんだよ。黒いのを買ったので、とりあえず初期のやつは使えるんだけど、ちょっとしまってて、うん、これを今は使っているっていう感じなんだけど、ここ数ヶ月は AC 全然使わなくてよかったんだよ。全然使わなくてよかったんだけど、最近ちょっとものすごく蒸し暑くなることとかがね、日中にちょこちょこあったりとかするから、たまに使ってるっていう感じ。そうだけど、大体時期的にもよるけど、こう窓を全開にして、このファンあるじゃない、この子ね、こいつ、これを回してれば割と結構家の中の空気がこう回って涼しくなったりとかもするかなっていう感じ。一番初めて私言わなかったんだけど、この私が住んでるこのお家、建てられたのが私が生まれた年なわけよ。1987年に建てられたんだって。だから私と同い年なのね。今年私34になりますんで、33歳よ。なんだって。だから、でね、このお家のオーナーの人が全然結構、なんていうのかな、ケアをまあしてないのよ、このお家の。ケアをしてないで33年経ってるもんだから、全然あれよね、壊れたりとか、あともうこれって多分初期の頃のやつじゃないっていうのが結構あったりとかして、まあ、状態が悪かったりとかしてね、そう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 、なんか住んでて結構、壊れたりしたことが、壊れたりしたものがあるんだけど、これはこの次のビデオで作りますから、ぜひ楽しみにしててくださいね。この家に住んでて壊れたものとか、そういうやつのビデオを作ろうと思ったんだけど、まあとりあえずなんだっけ、何の話してたんだっけ、まあとりあえずエアコンはあれでございます。 OK? OK。 そしたらね、私はダイニングルームに来ました。 OK。 これがダイニングルームでございます。わらータラリララン、タラタラタ。ほら、上はね、こんなにね、天井高いのよ。そう、ちょっとこう変わっているデザインよね。あれちなみにキッチンでございます。この後見せますからね。はい、これがダイニングルームでーす。レッテレッテ。まずここ行きまして、これ何これっつってね、これは何かと言いますと、 OK ねえ、もうちょっとすっげえやりづれ、なんか誰かにお願いすればよかった今日。もうそうだからさ、まあいいや。とりあえずこれはですね、これ私のちなみに手作りの鍵、鍵ロック手作りだよ。これだけんじゃない。そうするとこれは何が入ってるかというとですね、子供たちのなんか図工系とか、なんかおもちゃっつったらあれなんだけどさ、例えばこれプレイド、あの粘土ですね、粘土、粘土のなんかこう作りするやつとかさ、のが入ってたりとか、クレヨン系が入ってたりとか、あとパズル、パズルは一般のアンパンマンのパズルとかもあるし、あとこれはなんだっけ、世界のパズルとかね。あとはこれフローレンスがすごい好きなんだけど、あのビーズのやつ、こうやって作るやつあるんじゃない、これとかさ、なんかアルファベットとか、あとね、これは指先のね、モータースキルを高めるやつなんだけど、こうやって紐があるじゃない、子供ってさ、この指先を使って遊べるもの、何でもいいんだけど、こういうのとかでもいいし、つまむものとかも何でもいいんだけど、こういう感じで指先をこうやって使ってね、やっていくと、このさ、指と脳の発達がつながってるから、まあいいわけよね。だからそういった意味で、うちの一番上のキャメロンが3年間モンテッソーリの学校に行って、で、うちの真ん中の娘が、彼女はベイビーだったんだけど、
ベビーだからさ、特にこうモンテッソーリモンテッソーリするような感じのこととかはなかったんだけどね。だけどモンテッソーリの学校に今1年ぐらい行ったんだよね。でそれでこういうのとかを学んだの、私が学校を通して指先使うもの。モンテッソーリってそういう風にこう指使ったりとかさ、あとあの要は大人が助けないっていう教育をするから、自分で見出させたりとかして自信をつけるっていう教育の仕方だから、まあそれでね、まあそういった感じでちょっとモンテッソーリの教育をしたから、それでね私が学んだものとか必要なものとかを買い集めたのを、まあここに入れてるわけですよ。でこれはですね、ちなみに隔離生活がすごい大変だった時にもう買ったあのペンなんだけど、これはねあのガラスにできるペン、ガラスにかけるペンだから、あの窓とかにステイホームって書いてたね、とかさパズルとか、そんな感じよ。あとはこのものすごい紙系なんか折り紙とか、あともうとりあえずなんか白い紙とかさ、カラフルなやつとかもそうだしとかも入ってる。あとは塗り絵系、塗り絵とか、あとうちの娘にこれはそのあれだね、隔離生活が始まった時家に結構いたからこれやらせるっつって買ったけど、あんまりやってないね。そうとかそんな感じだね。そういった感じのがここには入ってます。でここに入んないものは他にあったりとかするんだけど、そうそんな感じでここには入ってんだよ。そうしたらこれがダイニングテーブルでございます。これはこのテーブルとこのねベンチのセットはメインランドから持ってきたの。もうニュージャージーにいる時から使ってて、これはちなみにバージニアにいた時に買ったんだけど、だから別売りだったんだよね。そうなんだけど、このテーブルとベンチだけは、大きい家具はメインランドから持ってきて、でこの椅子はこっちに来てから買い揃えた感じで、ちなみにエディソンが座っている椅子は昔はハイチェアとかを買ってたけどさ、今こういうつけるやつちょっと汚いですけどね、これで食べてるけど全然問題ないです。全然問題ない、洗い倒しだからすごい汚れた時とかは外に持ってってホースでパシャーってやったりする感じだけど、これで全然問題ないですから、ハイチェア買わなくて大丈夫よ。これ大丈夫、これ全然大丈夫ね。で私のお気に入りの壁に行きましょうって言っても、そんなに、なんていうのかな、ものすごいわけじゃないんだけど、あの子たちはだいたい自分で買ったりとか、あとは旦那が買ってくれたりとか、子供たちがまあプレゼントしてくれたりとかしたやつなんだけど、誕生日のやつとか、あと記念日のとか、あと何があったっけ、バレンタインデーとかかなのやつがぶら下げてあるね。であそこにかかっている枕目のやつも自分で、作ったやつです。でこの子さ、この子もね結構私がインスタグラムとかストーリーで昔載せた時とかに質問してくれる人がいたんだけど、このかけるのも Amazon で買いました。 OK？ この一番上からいくと、私ねこういう小さいあの壺、お花の植えれるさ壺を集めるの好きで、この3つ全部あとリサイクルショップ、アメリカでいうスリフトストアっていうところで買いました。だから1個2ドルとか1個1ドル50セントとかそういう感じだったの、3ドルとかすっごい安いんだ。だけど可愛いでしょ。とりあえずこういった感じでドライフラワー刺したりとかしているんだけど、まあそんな感じで今は使ってます。この子はね、こういうタイプのアイビーのプラントは増加できるのよ、お家で自分で。で切り方があって、その要はさ根っこが生えてくる部分があるんだけど、その根っこから生えてくる部分をお水につけておくと根っこが伸びるのね。葉っぱは伸びないんだけど根っこが伸びてくるわけで、根っこが伸びてくれたらそれを土に植えるとまたわーって増加してくれるんだけど、今それで根っこが伸びているような状態だから、こういう感じでお家の中に緑とか増やしたい時とかは
増加もしたいっていうのも含めてチョップして切ってお水に入れていろんなとこ置いてるっていう感じです。でこれはね、これはね、まあ、普通に買ったんだ。そう普通に買ったんだ。うん、じゃん。でこのね棚、ここはですね、パナサントがあったりとか青磁があったりとか、あとお香を炊くところで、これはね私が手作りしたんだよこれもね、このアイディアは前も言ったけど、ピンタラストとかで、見つけたアイディアを、普通にコピーして、で自分で刺繍したんだけどね。そうで、隣にこのさ、イーボーアイってわかります？このグリーンのやつ。イーボーアイは、そこにもね、壁にかかってるんだけど、イーボーアイは本当ね、ギリシャとかトルコとかさ、そっちの方から来たものなんだけど、魔除けの目って言われてるのね。そうそうそう、だからまあ自分を守ってくれるっていうやつ、お守りみたいな感じ。そうで、ガールじゃん。で、この子も超可愛いでしょ。これも本当に1ドルとかだった。ショッピング上手でしょ。そうで、ここにはキャンドルがあって、で、この隣にはクリスタルたちがあります。で、私が持っているクリスタルは、これが私が持っているクリスタルたち、そんな感じの棚になっております。そうしましたらですね、ダイニングから今度この上のキッチンに行こうと思います。ちょっとお化粧怖いよ、このライト。 OK、 はい、キッチンはここにまたベイビーゲートがありますんで、これを開けて入っていこうと思うよ。はいはい、来ました。来たよ。あのね、だいたい私がビログを撮ってる時とかはここが結構登場してくることが多いんだけども、ですね、どこから行こうか。 OK、 ちょっとしたら私はカメラアウトしてですね、 OK、 こういう感じで行こう。 OK、 したらここから今入ってきたんだけど、キッチンです。キッチンね。で、まずどうだな、これがうちのウォーターフィルターで、バーキーっていうところなんだけど、うちの姉がすごい勧めてくれてね、それで買うことにしたんだけど、川の水とかさえもろ過できちゃう、すごい最強なウォーターフィルターなの。だからめっちゃおすすめで、何年も使えるらしいから、うちはまだ買って2年かな、2年で、中身のやつ変えた、1回変えたんで、引っ越してくる時に変えたんだけど、中身のやつもすごい長持ちするっていうので有名で、あのね、YouTube で、あのほら、スモールハウス、タイニーハウスってあるじゃんか、めっちゃちっちゃいお家に住んでる人たちのやつを見た時に、窯の近くに住んでる人たちがいたわけ。タイニーハウスね、なんだけど、これ持ってたんだよ、バーキー持ってて、川の水汲んできて、それでこれでこして飲んでるって言ってたから、わおと思って、すっげえと思って、まあそういう感じで、めっちゃ使える、ウォーターフィルターね。で、そうだな、What?OK、 っていう感じじゃんか。で、ここにあの食器洗浄機があるんだけど、私はさ、あんま好きじゃないわけ、食器洗浄機使うの。なんか今まで、昔使ってたんだけど、なんかこう、結局なんかその、洗剤の跡とかなんかあるのがすごい嫌で、しかもなんかコップ飲んだ時にコップのさ、縁あるじゃない、縁になんかあれが、あの何、食器が多分まだ残ってたの、食器じゃないや、食器の洗剤あるじゃん、あれが残ってたんだよね。で、乾いちゃったんだよね、その食器水の洗浄機で洗って乾かしてみたいな。で、落ちきってなくって、で、コップ飲んだ時にさ、その、あの洗剤の味がしたわけ。でもそこがすごい私はね、トラウマになって、それからっていうか、食器洗浄機あんま使ってないんだけど、この新しいお家に住み始めたら使おうかなって思ってる。もっとこういいさ、ごめんなさい、キャメロンがちょっと待って、面白かったから、ちょっと待って、そう、食器洗浄機は新しいお家に住んだら使おうと思ってる。もっといいちょっとナチュラルな洗剤を使って、で、食器洗浄機もさ、あれしないといけないからね、クリーンしないといけないから、何年かおきに。だから新しいお家のはブランニュー、あ、めっちゃ新しいから、ちょっと信用して使おうかなって思ってるけど、まあ、そんな感じで、うちはだから手洗い派なんですよ。そう、それだからうちはこの、食器をさ、いつも置けるやつ、これは木のやつなんだけど、これを
そのシンクの横に置いていつも使ってる、まあ、場所取るんだけどね。でもこっちの方が好き私は。でちなみにこれはさ、あの水をめっちゃ、含んでくれるやつなんだけど、うんと1日おきに変えてます。うんとね、朝起きてきたら変えるっていう感じかな。で使ってる。そうだからうちには3つぐらい布があって、であれは食器っていうかまあシンクじゃん。でね、ここにね水のウォーターフィルターのやつがあるんだけど、これは多分このお家を作った時にもう備え付けたやつだからめっちゃ怖い。私は一回も触ってないし絶対飲みたくないんだけど、てか多分ここのオーナーの人も絶対飲まないと思うけどさ、まあそういうのがくっついてるんだ。でその横見ますとですね、ここに私の好きなスポットっていうか、好きこれが好きって言ったらちょっとおかしいんだけどさ、そうシンク横、私のシンク横でちょっとこうなんていうの、なんつったらいいの、こう選ばれた子たちがいます選ばれた子たちがいます。これが食器洗う洗剤でございます。 OK ですか。地球に優しいのを使っております。こう流れてってもまあまあ大丈夫よっていうやつね、使ってる。で隣にあるのがこれが手を洗う石鹸です。でこれは手作りで昔ビログで作ってたんだけど、ドクターブローナーのソープと、あとこのどあなんだっけバーキーで出したお水と、あとペッパーミントオイルとか、たまになんかビタミン E オイルとかさ、まあそういう感じで手が荒れる時期とかのそういうの入れたりとかしてるけど、だいたいこの3つ、ドクターブローナーの液体のソープねと、あとお水と、あとペッパーミントオイルかなを入れて作っております。分量は適当で、これはオールパーパスのクリーニングスプレーです。でね、YouTube とかで調べるといろんなのがいっぱい出てるんだけど、私はもうほんとすごい適当にこのさっきのお水と、ろ過されたお水と、あとレモンオイルだけでございます。で中にはね、そういったドクターブローナーのソープ入れる人もいれば、他のオイル入れたりとか、なんか重曹入れたりとか、ビネガー入れたりとか、お酢入れたりとかさ、レモン入れたりとかね、スクイーズしてレモン入れたりとかいう人もいろいろいるんだけど、私はもう水とレモンオイルだけでやってるけど、大体綺麗になるから、このシンクとか、このシンクの上のキッチンのところとか、ガスコンロのところ、ガスじゃないや、うちガスじゃないんだわ、電気のコンロか、だけど、まあ、コンロのところとか、あとてかボケてる？そうとか、あとテーブル、子供たちがさ食べるじゃん、汚れるじゃないな、テーブルとか床とかそういうのはこれで結構割と何でもかんでもいけちゃう感じでございます。はい、これはうちのドライフラワーの子たちなんだけど、この一番端にある子とこの一番端の子、この白い子たち、この花瓶、白い花瓶ちゃんたちはこれも、リサイクルショップで買いましたね。かわいいでしょ。でこれものね、真ん中のこのブラウンのはアマゾンで買ったと思うっていう感じ。あれリモコンね。でここにあるのはこれはIKEA の、これはIKEAのものなんだけど、ね携帯あるじゃんかこれうちの旦那の携帯とか iPad とかを料理するときにここにこういう風に置いて、でそう、あとクッキングの料理とかわかんないけど、まあそういうのを置けるやつ、すごい便利、私はすごい好き。それでこの下ちょっと見せれるのだけ見せようかなと思う。うんとね、ここは一番上はこのなんていうの、ちょっと汚れてるんだよここら辺が。だけどなんかいろいろ入ってる、ごちゃごちゃ入ってる。でうんとこういう風にスプーンとかフォークとかさ、お箸とか入あるじゃんか。でこれはストロー、このスムージー用とかこのバボティ用の大きいストローから、子供たちの小さい用のやつとか、あと自分たちとか、うちと旦那のサイズぐらいでね、曲がってるやつとか、ストレートのもある、うん、エコのやつね。でなんか菜箸とかさ、なんか木系のやつ、木のこういうスプーンとか、
エディソンの小さいやつとかもここに入ってんじゃん。で、ここら辺はすっげーめっちゃごちゃごちゃしてるんだけど、なんか一応こういう、なんていうの、なんかオーダーしたらもらったやつとか、こう出前で持ってきてもらってもらったやつとかは結構ここに入れて再利用してます、この系のプラスチックは。でね、これすごい好き、フードハガースって言うんだけど、わかる、これ知ってる人いる？なんかさ、アボカドとか切んじゃん半分に、でここにパコって入れたりとか、リンゴとか、あ、レモン、結構私レモンやるね、レモンをさここに入れたりとか、ハグしてくれるわけよ、半分にカットしたのをここにポコって入れて冷蔵庫に入れておくのね。そうするとあれ、あのラップしなくていいからさ、エコよ、これもエコね。で、あと何が入った、あ、まあそんな感じじゃんか。で、この下は、この下行くとですね、コップとかが入ってるわけで、こういうちょっとさ、奥深な、なんていうの、引き出しだから、こういう風に収納できてるこれはちなみにあの TJ Maxx で買ったんだよ、こう滑らないようにするやつ。で、こういう感じでコップが入ってんじゃんか。で、この下結構ごっちゃだから、まあいいや、まあ一応見せるわそうだけど、なんか丼系とか、あ、曲がっちゃったよ、OK、丼系とか、これお茶碗じゃん、あとはこういうお蕎麦のやつとか、こういう食器もあれだよ、リサイクルショップで買ったのね。あとはこの小銭、おお、漏れなかった、 OK、 ごめんね、うるさかった。これはドンキホーテで買ったよ、こういう系はドンキ。じゃあ、あと木系とか、これは子供のやつ、特にエリさんのやつとか、あとこれはあの保存するやつ。これはね、私主婦何年もやってますけど、ああいう系のタッパー系っていうの、特にグラス系はいっぱい持ってくといいね。なんか今までうちは結構プラスチックが多かったけど、プラスチックってさ、結局さ、電子レンジ入れても OK とか言っても溶けんじゃん結局溶けんじゃん、大丈夫とか言ってお前絶対溶けるだろみたいな。だからガラスのやつ、あれ大好きね。私なんか旦那はお弁当みたいな感じで持ってったりとかさ、なんか何、ブルーベリー買いました、家持って帰ってきました、洗ってそのガラスのとこ入れて、冷蔵庫とかね、そのプラスチックのまま入れなくても洗って入れておいちゃえば、ほら空気に触れずとか、なんかそういうやつよ、 OK。 じゃあ、で、はい、反対側行こうと思いますけど、電池がカチカチいってますんで、止まったら電池を変えようと思いますが、ここが、これさ、ちょっとフォーカス大丈夫？ここが反対側でございますね、反対側。ちなみにこれがフードパントリーでございますが、見せません、これめちゃくちゃでございます、 OK？ だからこっちでございますちょっとこんな結構遠いけどさ、もう引っ越してきてすぐこのオーブンね、取れたんだよ、ここがっていう、まあ、要はボロボロよ、ボロボロと、住んでる間にめっちゃ物壊れましたんで、まあ、これはさっきも言ったようにめっちゃ物壊れた系のビデオをね、もうこんな経験したことないから、住んでて物がめちゃくちゃ壊れたのが、だからもう引っ越しのもついでに、もう経験、いい経験だったからビデオに残したことも、うん、めったにないからね。そうだけど、まあね、どうしよう、近くで見る？あ、まあちなみにほら、こうやっていくとさ、ここに一応なんつうんですか、なんかドライ系の塩だとか砂糖だとか、何、アーモンドフラワーとか、あれはレッドペッパーね、レッドペッパーのパラパラしたやつとか、アーモンドとか、なんかそういうのがあるわけよ、オートミールとかキヌアとか、そういうのが並んでおります、ここには。はい、皆さん、電池切れたから買いましたOK。そしたら、てかね、キッチンとかリビングルームが結構長くなるんだろうと思うのね。で、他のやつサクサクいくと思うんだけど、なんかここら辺ほら、私結構、なんだろう、毎日触るもの、まあどこも全部毎日触ってるけど、家の中はさ、なんか活躍する場所、キッチンが一番私の活躍場だから、だから、まあ思い入れがあるわけよ。まあそんな感じで、これがすぐ手につくやつで、ドライなやつじゃんか。で、この胡椒とか塩とかありますが、これは全部コストコでございます。 OK、 粗挽き胡椒とか、
これはヒマラヤのピンクソルトらしい。ピンクソルトね。でこれは普通のあのシーソルトね。でこれはあの使いかけのガーリックじゃん。でここに油系があるわけよ。セサミオイルとかオリーブオイルとかココナッツオイルとかなんかある。でこのスプレーのもスプレーのはいつもあの一個置くようにしておいてます。スプレー系のオイル、うん、でナイフね。あのさ、私昔こういうタイプのナイフのやつ持ったのよ。だけどすぐダメにしちゃったの。なんでかっていうと洗ってさ、洗って濡れてんじゃん。拭かないままこうやってやるってたわけ。そしたらすぐかびちゃったのだからその経験から毎回毎回とりあえず使ったらシンクとかに置くんじゃなくても使ったらすぐ水で洗って、まあソープとかでもいいけどさ、とりあえず洗うじゃない。そしたらしっかり水気を取ってから戻すっていう風にやってる。あ、そういう経験があります。この木のこの木のこういうのは OK じゃん。でこっち行くと私のあの大好きな、これはあれですね、ロマンね。ロマン、私のロマン、旦那のロマン、男のロマン、女のロマン、エスプレッソマシーンなんですけども、ほら上には上がいるからさ、なんかコーヒーのことをめっちゃ知り尽くしてる人から見たらちっちゃって思うかもしれないけど、うちらは気に入っております。あのね、エスプレッソマシーンって結構値段する気がするじゃない。だからまあ本当まあピンキリなんだけど、高すぎるとめっちゃ高いのいっぱいあるわけよ。600ドルとか6万7万とかさ、あの出せばもっとめっちゃマシンでいいやつ買えたりとかもするんだけど、そこまでは奮発できないわけよね。そうで、このね、200から300ドルの間ぐらいだったと思うのよね。なんだけど毎日使ってる。で毎日もさ1日1回使ってるんじゃないから、1日に3、4回ぐらい、旦那のも合わせると3、4回は使ってるから、うん、気に入っております。すごい気に入っているエスプレッソマシンね。で隣を見るとさ、なんかまあいろいろとそのエスプレッソマシンの、あ、エスプレッソのあれ、なんでこんなところにコップなんだ。 OK、これはそのさエスプレッソのあれをさバンバンって叩いて、あのエスプレッソのほら粉コーヒーが入るやつなんだけど、これもめっちゃ使える。じゃん。あ、それでこのさスプーンとか入ってる、これもね、あれリサイクルショップで買ったんだよ。これはねターゲットだったけど、でこれは抹茶のほら立てるやつじゃん。で昔ねこのフォーミングマシンをずっと使ってミルクあのフォームしてたんだけど、もう最近は全然使ってない。もうこれがあるから、この子使ってる。うん、だけど、まあ、一応あるじゃんか。これは電気で、フォーム作れるやつなのね。で、これはその引くマシン、コーヒーを引くマシンで、これの一個前に使ってたやつは、見た目がかっこよくって、しかも結構使いやすかったっちゃ使いやすかったんだけど、すぐ壊れたわけ。すぐ壊れたの。で、これは、その後買い替えてからずっと使ってるけど、まあまあ、OK っていう感じ。だから、まあ、とりあえずこれを使ってるかな。そう。だけど、これ。たらーん、ナイスよ、ナイス、素敵、アライブ、アラビアソマチ、アラブラブラブじゃない。でですね、ちょっと上の食器とかも今日は見せちゃおうかなって思ってます。かけるじゃないか。あんまりないんだよね、こういう感じさどってことないね。ウォーターボトルたち、あれはうちの旦那ブルガリア人なんですけれども、あっちのねトルコとかブルガリアとかの料理でああいうポットを使うあの料理があるわけだから、一応あれを持ってる。でなんかサラダ系とかさ、まあそういうののほらボールですよね。でこういう感じで平たいのとかなんかいろいろ小さいのとかなんかいろいろある。ほらこういう感じよ。でこれその小さい可愛いでしょ。これをあの皆さん知ってると思うけどもちろん知ってるよね、あのお醤油のさねやつや。こういうちょっと和系の食器が私は好きです。これはちなみに日本のアマゾンで買ったんだけど、でここら辺もあれよ、これも あれだったかな、ドン・キホーテだったかな。そうで、これはリサイクルショップや。これもリサイクルショップ。なんか私今日何でも見せてない、何でも見せてない。そうで、こっちも見る。こっちはいいよ。こっちはねちょっと続いて見せるでしょ特にあれよ、
ファンシーなわけでもないわけ、あんま片付いてもないんだけど、なんか最近私が買った一番大きいコップがこれ。これはね、ターゲットだった、ターゲットで買った、柄が可愛いと思って買ったんだけどさ、ウェイ見てこのコップ、このコップ超可愛くない？すごい可愛いでしょ。これね、2レイヤーになってて熱くならないのよ、外側が見えますか？超可愛いでしょ。これもアマゾンで買った、超可愛い。で、一応エスプレッソのカップもいっぱいあります。6個ぐらいある。うん、こうしよう。ライトもこっちの方がいいね。これはあれ、フレンチプレス、フレンチプレスといってですね、コーヒーをひいて、ひくのも一番粗くするんだけど、だから全然細かくしないのね。全然粗いやつでひいて、まあ、決まった量入れてさ、でちょっと4分ぐらい待ちまして、その後こうプレスして出すという、これもコーヒーメーカーね。そうで、ドロップのさ、こういうくびれたさ形のガラス缶みたいな感じのコーヒーのやつあるじゃない、それも持ったんだけど、私がこの間割っちゃったのよ、割っちゃったの。だから全然ね、味と違うんだよ。これでやるとすごい、フレンチプレスはすごい濃いめのコーヒーになるし、普通のコーヒー飲みたいっていうなっていう時は、こういうくびれたやつ、ドリップコーヒーっていうかのやつを使ってて、あ、そう、ちなみにですね、これ小さいじゃんか、これ子供たち用のお水のやつなんだけど、ディナーの時とか、まあご飯食べる時とかはここに水入れて、もうその食卓で子供たちが自分のコップにこうやって水を入れられるように買ったやつなんだけど、これもそのモンテッソーリのさ、学校行った時にもう使ってたわけ、学校で。だからそれでうちも使ってるやつなのね。で、なんかまあこれはお茶です。で、お茶はほら、私散々すごいビログで喋ったりとかビデオも作ってるから、ぜひそっちを見てくださいね。 OK ですかっていう感じじゃない。あ、てか上の方はまあほら、プラスチックの一応コンテナとかもある、大きめのプラスチックのコンテナとか、あとはなんかこれはワイングラスとかだよね、ワイングラスとか。これもリサイクルショップで買ったんだけど、なんかプリン作るときとかに使ったりとかしてる。あとこれはね、あ、そうだ、あとこれ超可愛いでしょ。これね、お友達が、私の地元のお友達が結婚記念でくれたやつなんだけど、お酒のほらガラスよ、なんかすごいブランドの高いやつらしいんだけど、これを目音でセットでくれた、超可愛いでしょ。これもなんかお祝いの時とか、まあ旦那はね、あんまり お酒っていうのは飲まないんだけど、なんか飲む時とか一緒にこれ使ってお酒飲みます。じゃあ、んでこれは私のワイングラスなんだけど、私のワイングラスね、私すぐ割っちゃうわけ、だから結構頻繁に買い揃えてる買い揃えてる感じで、奥見るとほら、マリメッコの見える？すげえ、めっちゃ近い、マリメッコのコーヒーカップもある。これは目音で、あと私の友達が結婚した時にはね、お祝いでくれたのね。そうだから、私 の, 親友のゆかりちゃんがくれたやつです、マリメッコの。超かいでしょ。いや、そんな感じじゃん。で、ここを見るとですね、これはあれよ、キッチンで使うタオルとかが入ってるんだけど、この色のやつはここなのね。てか、すっげえ汚くかかってるけど、ここだいたい、ここで、これはだいたい手拭くやつじゃん。で、これは食器拭くやつ。こんにちは、皆さん。実はですね、今日編集してたら気づいたんだけど、ちょっとビデオ消えてましたんで、今日 iPhone でまた撮ってですね、今ボイスオーバーしておりますが、これはですね、ヘンプコットンでできているコードブリューとかを作るときに使う、水越しのなんか袋ですよ。そう、すごい使っているんだけど、私は2つちなみに持ってます。で、この今持ってるのはバンダーナ、なんかランチボックスとかに入れるやつじゃん。で、これはなんか熱いの持ったりとかする、この間ファーマーズマーケットで買ったやつですね。すごい気に入ってます。
なんかここカットしてもいいかなと思ったんだけど、なんかここがごっそりなくなっちゃってると全然あのビデオが繋がらなかったから、もう今日改めて撮りました。今触っているのはラップの代わりになるものなんだけど、中の生地がちょっとウォータープルーフみたいな感じになってて、で周りがゴムになってて、ちょっと調節できるのとかもついている、まあ蓋ですね。蓋って言ったらいいのかな、リユーズナブルの蓋っていうか、まあラップ代わりになるものをものすごく使っております。なんか夜ご飯が残った時とか、なんかずっと欲しくって、でもね割と結構値段がするから買うのためらっていたんだけど、やっと買ったらもろ使っております。こういう感じであのゴムが周りについてるから超いいですよ。で今見せようとしているのがビーワックスでできている、まあ、袋で、なんかちょっと出かける時になんか子供のスナック入れるとかいうのに使ってたりとかしておりますね。ちょっと暑さに弱いから、なんか車の中がものすごく暖かくなったりとかするとこれがめっちゃ柔らかくなったりとかするんだけど、溶ける心配とかはなくって、そうだな、まあ、結構乾燥する系のものを入れたりとかすることが多いかな。あとはリンゴそのままごっそり入れたりとかして、で家持って帰ってきたら水で洗ってっていう感じ、乾かしてでまた使うっていう感じですかね。これもものすごくエコです。で今見せてるのは台布巾。この台布巾は、まあ普通にシンクを拭いたりとかもするのもそうだけど、特にあのエスプレッソマシン使う時になんかやたら使っておりますわ。はい、隣のね引き出し行くと、これはこういった感じであのキッチンガジェットが入ってるんだけど、そうですよ、なんかシャマジがあったりとか、なんかお寿司巻くやつとか、なんかごそごそありますが、そうこれはね、これもモンテッソーリの学校で使ってて、でうちもそれで購入したんだけど、子供が使えるナイフでリンゴ切らせたりとか、キュウリ切らせたりとか、あと夜ポテト出す時とか手伝ってもらって切ってもらったりとかしております。で今見せてるのも、自分でもうリンゴ洗ってさ、でもうこれでスライス上からバサッとやるとリンゴがきれいに切れるから、それで自分でスナックとして食べれるっていうやつなのね。だから私が使うというより子供たちが中心に使っている、リンゴカッターです。でなんかよくわかんないけどトングがめっちゃあるからつって見せているやつトングがめっちゃあるよつって見せてるやつね。そう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 、トングいっぱいあるよって言って見せてるやつで、であとはなんかそう木のあれヘラっていうの多いじゃないですか。その料理するときにお鍋をやっぱりね、あの傷つけたくないから、それなんで木のものが結構多いです、うちは。そう、それで木のああいうあのヘラとかでさ鍋を傷つけないっていうので思い出したんだけどね、これものすっごく私気に入ってるやつなんだけど、これバンブーでできてて、鍋をさ洗うときとかにこするやつなんだよね。でスポンジとかでは落ちきれなくって、たわしとかでも落ちきれない、本当にこびりついてるようなもので頑張ってなんかいろんなもの使っちゃうと鍋が傷ついちゃうから、あのこの木のあの本当にねただの平たいやつなんだけど、それでこすると傷つかないけど汚れが取れるっていうんで、めちゃくちゃ愛用しております。大好きで、今持っているブラシはエコのさあのブラシなんだけど、めちゃくちゃあの汚れ落ちるっていう、私今回めちゃくちゃってめっちゃ言ってると思うんだけど、そうあのシンク洗う時に使っておるブラシでございます。であと倒しまったね。でここら辺のなんか大きい長いのとかはまあほら水筒洗ったりとかさ、そういうので、今見せてるのはストロー専用の、ブラシでございます。これがないとストローは洗えないんで、3つ入ってるけど、そうこれでストローは必ず洗っております。そしたらちょっと手持ちでカメラ手持ちでやる、そっちの方がもしかしたら簡単かも今さら、ね、これをねウェイフェアで買ったゴミ箱なの可愛いでしょ、ブルーで可愛いでしょ。結構ゴミ箱選ぶ の悩ん で結局これにしましたね。送料がびっくりする系のやつよ。で何この紐って感じでしょ。これも
エディソンが昔さ、すっごい開けたわけで、どうしたもんかなと思って私がこれをつけたわけよね。どういう風に使うかっていうと、これをこうやって閉めたら開かないっていう、開かないっていうシステムなわけそうで、なんかこういう感じで、まあいろいろあるじゃないですか。で、これはね、日本の炊飯器、日本の炊飯器で、 うちこれアメリカに来て、初めて買い替えたやつなんだけど、アメリカに来た時にもう日本から持ってきた炊飯器使ってて、でちょっとなんかね、別にバチ壊れたわけじゃないんだけど、ちょっと調子悪いなってなったからこれに買い替えたんだよね。で、これもでも日本のアマゾンで買ったやつをアメリカにね、あの メインランドに住んでたんだけど、その時送って、でそこから使ってるんだ。だけど全然使えるし、あのコードのところ別に何もほらこう変圧器というもの、変圧器だっけ、なんかほら変えるやつあるじゃないとかも全然つけてないけど、全然使えてるずっとそれできてる、もうアメリカ住んでる間ずっと。じゃあで、これは何かというとですね、この食器も、この食器もあれよ、あれで買ったんだよ、リサイクルショップで買ったんだけど、これはね、子供たちがご飯食べる時だよねに、そのテーブルに一緒にこの子を持ってってですね、こうやってあって持ってって、で手汚れたいとか顔汚いとかこぼしたとか言ったら、このタオルを使ってるっていう、そういうタオルでございます。こういう小さいサイズの柔らかい生地の、全然水を吸ってくれないんだけどっていうタオルをいつもここに置いてあるじゃない。で、まあこれはめちゃくちゃアメリカでは安い系の冷蔵庫ですね。めっちゃ安い、中身は見せないよ。OK、こんな感じでキッチンは結構見せたんじゃない。パントリーは見せないけど、冷蔵庫の中も見せないけど、見せるものは結構見せたと思うよ。あ、そうだ、あのね、ここ見てください、これ、めっちゃ細いじゃん、まな板が入ってるのね。で、私がさ、なんか料理するビデオ、フォーカスが良くないね、料理するビデオ中で、なんかすごいね、まな板が可愛いって言ってくれる人がいたんだよ。めっちゃでかい、重いんだよねこれ。これはね、アマゾンで買った。このまな板のことを言ってるのか、この小さいまな板のことを言ってるのか、これもめっちゃ使い古してるんだけど、これはそのハワイで、ハワイ産というか、まあ多分ハワイでは作ってないんだけどさ、ハワイオリジナルのみたいな感じの木でできたまな板なの。だからこれはローカルで買った、この小さいのはローカルで買った、大きいのはアマゾンで買いました。 OK っていう感じのキッチンでございました。はい、では、それでは皆さん、次は2階に行こうと思います。So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say in the